足長育英会は、親を亡くした子どもたちを支援する団体としてですね、活動を行っています。まず私たちは最初にですね、経済的な支援をということで、特別一時金の制度、給付の制度をですね、新しく立ち上げて、今現在2057人の子どもさんから、一時金の申請をいただいております。で、私たちとしてはその経済的な支援も大事なんですが、むしろやっぱり心の支援をですね、継続的長期的に行っていきたいというふうに思っております。神戸に建てさせていただいたレインボーハウスと同じようなものを東北の被災地にも何か所か建てさせていただいて、でそのレインボーハウスの一つを、宮城県では、石巻市そして仙台市にもですね建てたいというふうに思っているんですけども、遊び場所だけではなくてですね、やっぱ子どもたちがいろんな抱えている辛い思いをですね安心して表現できるような場所をにしてあげたいなということを思ってます。私たちが大事にしているのはやっぱり出会いと交流の中で、少しずつこう子どもたちが自分の悲しみをですね表現して、向き合えるような、あるいは受け入れられるようなになってもらえたらなということを思ってます。まずは一人じゃないんだっていうことを感じてもらえたらなということを思ってますね。はい、その寄り添ってくれるボランティア、ファシリテーターがいて、自分のベースで遊んだりお話ができるっていうことが子どもたちにとってはすごく貴重な時間、貴重な場所になっているのかなというふうに思っています。神戸は今17年経って、その神戸の医師たちが今東北にもですね応援に来てくれて活動を一緒にやってくれてるんですね。神戸の時も全国からボランティアさんが集まって自分たちを支えてもらったっていうことを子どもたち覚えてるんですよ。なので今度は自分たちがそのね、お返しをする番だと、神戸から応援に来てくれてる震災医師たちがいつも言ってるんですけれども、やっぱり忘れてほしくないんだと、神戸の17年前の神戸の震災のことも決して忘れてほしくないんだと、神戸で地震があってたくさんの方が亡くなって、それでまだ辛い思いをしている人たちがまだまだ今もいるんですということを、彼らは自分の口で言ってくれてるんですけども、それは東北も一緒だと思いますので、ぜひ忘れないで見守っていただければ、そしてご無理のない範囲で、ぜひ自分たちのできる形でですね応援していただければということを思っています。はい、今後もどうぞよろしくお願いいたします。